まあ、月1万円の値上げが可能かと。予算立つね。そのうちの必要な取り崩し率、真ん中 %取り崩せば、真ん中従業員23万5千人に1万円上げることができる。たった 0.2% なんですよ。これを我々言ってるんです。なるほど。手を伸ばして松永さん、それが合わせて中小企業でありました。中小企業もそうです。実際に時給1000円にしようと思って今大変ですよ。ね、最低賃金としても。でそれを上げるためにアメリカ人とそういう中小企業に対して実際の金を出す。フランスだったらそういう。もしあの人チャリで。それはそれを全部マジで。社会保険料も。社会保険料も。あの人たまにチャリ乗ってて、その内閣府に対しておかしいんじゃないのっていう気持ちは分かりましたけども、今回のこの安倍さんのそういうものの中から報酬を上げようよっていうふうに言ったことについてはどうなんですか。今見てましたけどね、業績が上がっていく、余裕があるところですよ。ただね、業績っていうのはね、